とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントをいただきました。ありがとうございます。ボス用のビルドを教えてください。ということですね。ありがとうございます。ボス用ですけども、近接の効果力でゴリ押しするのがベストだと思います。ということで、近接の一番おすすめ武器はこれ。覆われた怒りですね。とにかく強いです。今の環境だと、毒装備がどうしても強いんですよね。なので、覆われた怒りか、ツタの鞭。その二つが、ボス用では間違いないですね。毒ダメージが凶悪すぎるんだよね。で、これを使うにあたって、アーティファクトはこの三つです。怒りだったらば、羽、ドラ、キノコ。まあ、これが間違いないでしょうね。で、鞭を装備するのであれば、キノコは必要なくなりますので、ここに、これ、エリクサーのカバンを入れてあげるといいでしょう。ダメージが倍になりますので、お得ですね。んで、防具ですけども、俺はウィザーアーマーがいいと思います。やっぱりボスは、ダメージ、結構痛いです。なので、ウィザーアーマーが耐久力が一番ありますので、これが無難ではないかな。で、弓ですけども、ショートボウ系、愛のスペル棒、パープルストーム、機械仕掛けのショートボウ、その3つ。まあ、ノーマルのショートボウとかでもいいですけどね。それを装備するといいと思います。重要なのは、チャージ系じゃないですかね。まあ、クールダウンショットは絶対必要なんだけども、チャージ系、ロールチャージ、アーティファクトチャージ、それがついてると、ものすごく快適になりますので、まあ、つけた方がいいかなと思います。はい。クールダウンが発生して、このドラとか、エリクサーのカバンとかね、キノコとか、そういうのがどんどん使えるようになるので、いい感じです。では、行きましょうか。で、これね、多分、ワンパンする。ワンパン。この毒ダメージで、重要なのが、これです。ダイナモ、そして虚無。この二つが、重要です。ダイナモは、20回貯めると、とんでもないダメージになりますし、そのダメージが、毒ダメージと比例するんですよね。で、さらに虚無で、どんどんダメージが上がっていって、もう毒のダメージがえらいことになるんですよ。まあ、なので、ダイナモと虚無。この二つは絶対に毒武器には入れるようにしてください。で、俺は痛みサイクルを入れてるんですけども、まあ、ここは、そうね、クリティカルとか、アーティファクトシナジー、そのあたりが向いてるのではないですかね。はい。では、行きましょうか。まあ、とにかく、ぴょんぴょんしてダイナモを貯めます。で、溜まりましたら、ドラが入った時に、打ち込みます。あとは待てば倒せるという感じですね。こいつ一応、かなり HP が高いタイプなんだけども、ワンパンっていうか、まあ、じわじわ倒すっていう感じなんですよね。まあ、ボスにはこれが一番向いてるのではないでしょうか。はい。まあ、ただ、結構、ぬるくなりますので、一応楽しむために、他の武器も用意しておくといいのではないでしょうか。はい。まあ、ボスには、一番合うのは、毒ダメージがある、覆われた怒り。そして、ツタの鞭ですね。はい。まあ、ビルドはこんな感じです。ウィザーアーマーとショートボウ系。で、羽、ドラ、キノコ。まあ、ボス特攻としては間違いないのではないでしょうか。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。